皆様こんばんばは週末どううお過ごしでしでょうかこのチャンネルでは平成元年生まれ無形王がロレックス正規店で GMT マスター2を購入するための奇跡を話すチャンネルでございます。はい本日も始まりました。えー、昨日ですね100人を超えまして私ちょっとね えー、キャラを変えていこうかなと思ってますけれども、ちょっと限界でございます。ムケムケオッケーっていうところで、えー、本日ね、えー、まね、え、100人超えさせていただきました。本当に皆様、ありがとうございます。というところでありますね。あのー、今までね、えー、皆様のね、えー、温かいお言葉でね、あの、薄皮がね、えー、向けていく感じはまあ、まあ、なんとなくあったんですけれども、やはりね、100人超えるっていうのはね、あのね、ブリンとね、ブリン プリンとね、あの、向けた感じをね、えー、私ね、音を立てて向けた感じを、えー 感じたわけでございます。というところですね。登録者数、え、現在103人。本当に皆様、ありがとうございます。感謝しております。え、今後もね、しっかりと、え、走っていきたいなと思っておりますね。えっとね、この、え、100人を、え、記念しましてね、え、特別に、皆様ね、私のね、キラーワードをね、え、街で使用することねえ、許可したいと思いますね。え、例えばですね、え、女性のね、後輩の方に、え、先輩、え、資料できましたって言われね、こう見てね、 オッケーオッケー,オッケー,オッケーってね、えー、言ってもらってもオッケーでございますして、えー、先輩にね、えー、おいてめえ仕事を舐めてんのかって言われたらすいません先輩糸を脱げますって言ってもらってね、えー、全然大丈夫でしたね、えー、そしたらね先輩はねお いい心意気だってね、なるかもしれませんのでね、全然使ってくださいでね、どんどんね、えー、ムケムケのね、ムケムケパンデミックをね、起こしていただきたいなと、えー、思います。はい、そんな感じで、はい、えー、本日ね、えー、正規展行ってまいりました。 え、ま、3連休前のね、金曜日でございますね。えー、何ですかねロレックス今、あの、夏物セールみたいなやってますかもしかして。ね夏物セールやってますかはい、ドーンというところで、はい、ヨットマスターの40ミリのコンビこれありましたね。やっぱりかっこいい。いやね、ヨットマスターってやっぱね、私結構やっぱ好きな、 モデルですね、これ完全に。やっぱかっこいいですもん。うーん、なんかねー、今 JMT マスターが欲しくて、まあ次はね、シンプルにね、エクスプローラー1とか考えてるんですけれども、えー、その次、 やっとマスターありだなっていうふうに、えー、思っておりますね。でね、今日またね、コンビがありまして、なんかやっぱ、大量入荷してるんじゃないですかどうですか皆さん、欲しい方いましたら、もうね、正規店ね、行った方がいいですよ。日本ロレックスからね、 あの、ヨットマスターがね、ピシャーとね、ピシャーとね、あのー、出荷されてるような気がいたします。はい、こちらのね、情報もね、私のね、えー、えー、フォロワーの方からね、えー、教えていただいた、えー、知識でございますが、うん、だからね、えー、言ってもらいたい。そして、なんとね、田舎クオリティ。私ね、今日店入った時にはね、なんとね、ロレジウム、昨日見つけたロレジウム、まだありましたからね。ただし、あったのはあったんですが、もういけてるね、無形世代のお兄さん がねあの迷われてるところでしたねでこのねコンビとねあのロレジウムね2つ比べてねどうしようかなーっていうところをね、えー、やられていたんですけどもなんだろうななんか私なんかねうーんなんか後ろから見てなんかあくそみたいな感じじゃなくてね頑張れ頑張れお兄さんお兄さん頑張れみたいなね気持ちで見てましたねなんだろうねなんかうーんなんかそして結局あのロレジウム買われたんですよお兄さん横の あの、買う場所でね、あの、いろいろ手続きする場所にね、持っていかれてね。いや、なんかね、おめでとうみたいな。うん、なんか、世代も多分近かったですし、多分、あの方、ロレックス初めてな気がするんですけれども、こ迷われた挙句に買われてましたので、いやー、なんかね、あの、おめでとうみたいな。うん、なんかすごく上から目線なんですけどもね。うん、私、ロレックス持ってない、あの、童貞なのにな、なんかこう、 すごくハートフルなハートフルな気がしてね。なんか、すごく幸せな気持ちになった、あの、3連休前のフライデーでしたね。うーん、いや、本当にね、なんか、なんか、おめでとうっていう気になりましたね。まあね、そんな中で、まあ、まあさっきも見せましたが、えー、寄ってまトマスのコンビ、こちらの方ね、えー、まあ見せてもらって、えー、やっぱかっこいいなっていうところでね、えー、まあ横でもうロレジーム買われてますが、まあその中でね、こう見せてもらって、 で今日のね正規定はね、えー、終わったわけでありますねいやいやいや、えー、まあね本当にロレックスの、えー、ヨットマスターこちらの方ね結構入って てるんじゃないでしょうか。どうなんでしょう。えー、もしねこちら狙われてる方いましたら本当にね、えー、どんどんね正規店に行ってもらいたいなと、はいそういう風うに思いますね。まあ、もちろんね GMT マスター2ありますか聞き聞いたんですけれどもあります。あります,んありますん。オフキャンスオフキャンスありませんっていう感じになりましたので、まあこれはねもちろんまだ、えー、大丈夫です、えー。登録者数がね、えー、1億人になるぐらいでやっと買えるのかな。うん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 というところになりますね。まあそんな。 感じで、えーまあね、3連休は明日から始まりますねノレックスマラソンランナーの皆様、えー、どうなんでしょうか、えー、行きますかね正規店の方、うん、私ねちょっと明日仕事なんですけれどもえーとね国内旅行の方、えー、考えておりますちょっと行き先はねあのー、まあね ちょっと私ね、もうね、えー、100人ねあ、フォロワー様がおられますので、えー、まあ言うたら有名人ですので、ねああああ、あんまりこれ言うとちょっとね、あのちょっとありますので、はいすいません。ちょっと調子に乗ったんですけれども、まあちょっとね、この県のこの正規店に行きますって言ったら、な,なんかちょっと恥ずかしくないですかうんうん。なんかそういうちょっとね、恥ずかしい気もしますので、何県に行くっていうのはちょっとまた後から報告したいなとは思うんですけども、もちろんね、えー、旅行にね、行った先にのね、えー、正規店の方行きたいと思います。 えー、もしね、このチャンネルを見ていただいているロレックス正規店の、えー、店員さんの、店員様がね、おられましたら、えー、平成元年生まれムケオっぽい、えー、ちょっとハゲかけたやつが来ましたらね、どうぞね、GMT マスターバックヤードから出していただければなぁと思います。まあ、そんな感じですね。まあ、今日はね、えー、正規店行きましたが、まあ、ちょっとね、ハートフル、ハートフルになったね、えー、お話をしてみました。うーん、そんな感じですね。えー、今週末ね、えー、いろいろ ます、あ、えー、ロレックス正規店回られる方、多いと思いますが、もしね、なんか、あの、情報あったら、あの、教えてください。えー、もうね、GMT マスターのね、情報とかもうめちゃめちゃね、それはもう、 もうね、そういうのがあった。ジムティマスター2があったっていう話は、私はもうね、もう正規店にね、もうね、居座ろうかなと。正規店に2時間、3時間ぐらいいてやろうかなって、ね、思っています。ブラックリストに乗りますが、そういうのは。うん、まあ、そんな感じでね。うん。えー、まあそんな感じで、えー、また。 えー、いろいろ、えー、旅行先でもね、えー、iPad の方であげれましたら、あげれ、あげていきたいなと思いますので、皆さんまた、えー、よろしくお願いします。ムキメキラキンでまた